ウェルシュ菌とは、クロストリジウム属に属する、嫌気性肝菌である。河川、下水、海、土壌中など自然界に広く分布している。人を含む動物の腸内細菌層における主要な、抗生菌であることが多い。少なくとも12種類の毒素を作り、アルファ、ベータ、イプシロン、イオタの4種の主要毒素の酸性性により、A、B、C、D、 E 型の5つの方に分類される。特に B 型菌の毒素は羊の赤痢の原因となる。かつてクラストリジウムウェルチーという学名で呼ばれていたことがある。ウィリアム・ H ウェルチが分離培養士1892年にバシラスエロジェニーズ・キャプシュレーティスと命名したが、後年ウェルチにちなんでバクテリウムウェルチー・マイグラ1900という学名が与えられ、 ついでバシラスウェルチーやクラストリジウムウェルチーと呼ばれるようになった。しかし、命名規約上はバクテリウムウェルチーよりも早く命名されたバシラスパーフリンジンズバレンズーバー1898に優先権があるため、これが1937年にクロストリジウム属に移されて現在の学名として登録されている。一般にビフィズスキンなどと対比され、 悪玉菌の代表とされている。臭い放皮の原因、悪玉の常在菌である。A 型菌は人や動物の腸管内に定常的にかなりの数が存在し、糞便や土壌中に栄養型、画法型のいずれでも多数存在している。一方 B、E 型菌の自然の生存場所は動物の腸管内と考えられている。 グラム陽性で大きさは0.6から2.41.3から19.0マイクロメートルの大型肝筋である。筋体はまっすぐで、両端は鈍円である。画法は楕円型で、筋体中央、または一端近くに位置して筋体より傍流しない。本筋は他のクロストリジウム属と異なり、弁毛を持たず、運動性がない。活性酸素処理機構が弱体なため、酸素濃度によって、 障害を受ける変性菌寄生菌である。生体誘致または血性転化位置で増殖した場合、鏡膜を形成する。一般に画法は形成されにくい。指摘増殖温度は43摂氏47度。分裂時間は摂氏45度で約10分間と短い。摂氏37度で最も多くの毒素を産生する。本菌は主要な毒素がアルファ、ベータ。 イプシロン、イオタの4種あり、これらの算出のパターンによって、AE の小型に分けられる。マイナー、アンチゲンとして8つ、すなわち、ガンマ、デルタ、イータ、シータ、カッパ、ミュウ、ラムダ、ニューが挙げられる。病原性の本体として、最も重要なのは、アルファー素であり AE 型すべてが算出する。マイナーアンチゲンは、局所での病相の広がりと、 栄養調達に役に立っている。A 型菌が人への病原性を示す。一方、B、E 型菌の自然の生息場所は、動物の腸管内と考えられている。A 型菌は、アルファードクソ、B 型菌はアルファ、ベータ、イプシロンドクソ、C 型菌はアルファ、ベータドクソ、D 型菌はアルファ、イプシロンドクソ、E 型菌はアルファ、イオタドクソを産生する。 A 型菌の主要毒素がアルファードクソである。AE 型菌のすべてがアルファードクソを産出するが A 型菌で最も多く作られる。アルファードクソの本体はホスホリパーゼ C である。細胞膜を構成するレシチンガンユーリポタンパクに作用し膜に障害を与えて細胞を破壊する。A 型菌は人や腸管内に定常的にかなりの数が存在し、 糞便や土壌中に栄養型、画法型のいずれでも多数存在している。C 型菌によるエソ性腸炎の原因毒素と考えられている。D 型菌は羊やヤギや牛など草食獣に感染し、調整中毒症を起こすことが知られていた。この感染症は急激に衰弱死,死に至る。ボツリヌス毒素、破傷風毒素に次ぐ強力な致死活性を示す。 毒素である。病理学的には、脳組織の軟化と絵師を招き、人組織も破壊され、死死の痙攣が起こることが特徴である。稀に人にも感染する。D 型菌の病原因子が、イプシロン毒素と考えられている。イプシロン毒素の需要体は、シアロ糖タンパクと脂質が関与すると推察されている。D 型菌の感染症は、イプシロン毒素が、腸管において、 腸間膜の透過性を更新させ、その結果本毒素が生体内に取り込まれ、脳血管の透過性を更新させ死死の痙攣や、脳浮腫や痙攣を起こすと推察されている。E 型菌の産出する、ヨータトキシンは二元毒素として知られている。E 型ウェルシュ菌は、アルファ毒素とヨータ毒素を産出する。E 型ウェルシュ菌は、牛や馬の腸炎の原因と考えられている。 スタイルズとウィルキンズは、イオタ毒素を生成し、毒素は互いに、結合や、相互作用がなく、イア成分と IB 成分からなる二成分毒素で、両者の共存化で、毒素作用を示すことを報告した。イオタ毒素は、リィフィッシル菌の CDT、ボツリヌス菌の C2 毒素、スピロフォルム菌イオタ毒素様毒素、セレウス菌とバチルスチューリンゲンシスの、 昆虫殺虫性タンパク質と共に、防御抗原ファミリーに属する。また、防御抗原ファミリーの中で、クロストリジウム属のディフィシル菌の CDT、ボツリヌス菌の C2 毒素、ウェルシュ菌のヨタ毒素、スピロフォルム菌ヨタ毒素様毒素は、ADP リボシル化酵素活性を持つ2成分、毒素である。ヨタ毒素遺伝子は、E 型ウェルシュ菌のプラスミド DNA から、クローニングされた。 イア遺伝子、IB 遺伝子の順に並び、同じ方向で転写され両者の間に存在する、短い飛行度領域が243ビット P 存在する。その延期配列から推定される、イアのアミノ酸配列よりイアは454残機で発現する。N 末側あの41残機のシグナルペプチドが外れて413。 残機の分子量47,605のタンパク質として産出される。このプロトキシンから N 末端の13残機のプロペプチドが外れ、活性体は400残機である。IB は876残機で発現され、N 末側の39残機のシグナルペプチドが外れ、836残機からなるプロトキシンとして、菌体外に放出される。プロトキシンは、 タンパク分解酵素の作用で211残機のプロペプチドが外れ664残機のアミノ酸からなる分子量74,147の成熟タンパクとなることが知られている。エアの推定アミノ酸配列と他のタンパク質の配列を比較するとスピロフォルム菌が産出するイオタドクソサマドクソの酵素成分であるサトは約80%と高いアミノ酸相動性を示す。 さらに同じ ADP リボシルカドクソファミリーの酵素成分セレウス菌とバチルスチューリンゲンシスの VIP2 の配列とは32%の相当性が認められ C2 ドクソの C21 とは10%の相当性である100日赤ドクソ、大腸菌液熱性エンテロドキシン、コレラドクソ、ボツリヌス C2 ドクソ、ボツリヌス C3 ドクソ、セレウス菌殺虫毒素といった 主治の ADP リボシルカ酵素のアミノ酸配列には、方向属アミノ酸アーグ、方向属アミノ酸、素水性アミノ酸セール THR セール、素水性アミノ酸グルー、GLNX グルーの配列はよく保存されている。この部位は、などの結合や、触媒活性に関与する共通モチーフと考えられている。さらに ADP リボシルカ毒素の中で、立体構造が、 明らかになっている、ジフテリア毒素やコレラ毒素などと比較すると、アミノ酸配列に相当性は認められないが、ADP リボシル化活性に寄与する触媒キャビティの構造は著しく類似している。コレラ毒素、百日絶毒素、ジフテリア毒素は AB 毒素として知られている。イオタ毒素は、致死、皮膚エシ活性、細胞毒性などの作用がある。 イオタドクソは、イアと IB の両方の投与で、致死作用を示す。すなわちマウスに、イア、IB の常駐をするとマウスは死亡する。マウスのいずれかの成分を常駐し、120分後に他方の成分を常駐しても、致死活性が認められる。一方、イアを投与後、抗イア抗体、その後 IB を投与すると、致死活性は阻害されるが、IB を投与して、 次に抗 IB 抗体、さらにイヤを投与しても、死死活性は阻害されない。モルモット皮膚エシ活性は、IB を皮下に投与後、イヤを腹腔内投与しても認められるが、この逆の投与は、活性を示さない。これらのことから生体内における毒素の作用は、IB が特異的な受容体に結合することによって、開始することが報告された。 かつては、2成分毒素は単独では、生物活性は示さないと考えられていたが、IB が、ベイロ細胞において、モノマーで、細胞膜に結合後、7両体のオリゴマーを形成し、ラフトに集積後、K4 有利を誘導すること、さらに IB 単独でエンドサイトウシスを誘導して、細胞内に侵入することが、明らかになった。細胞膜上で7両体のオリゴマーを形成し、細胞から、 カリウムイオンの有利作用を示すが細胞子は引き起こさない。イヤは筋肉、または非筋肉の、G、アクチンのアーグ残器を ADP リボシル化する。一方、同じに成分毒素で ADP リボシル化毒素でもあるボツリヌス C2 毒素の C21 は非筋肉の、G、アクチンのみを ADP リボシル化する。イヤは、気質特異性が広いのが特徴である。ADP リボシル化活性は、 などプラスを、ニコチンアミドと、ADP リボースに水解するなど、クリコハイドロラーゼ活性と、この ADP リボース部をアクチンに転移させる、トランスフェラーゼ活性からなる。徳島分離大学の長浜らは、イヤの分子中で、酵素活性に関与しているアミノ酸残機を、アミノ酸痴漢とカイネティック分析より解析した。295位アーグと338位、セール残機は、 などの結合に関与し、295位、アーグ、338位、セール、380位、グルー残ンキは、の出せ活性に、378位、グルー残ンキは、アルターゼ活性に関与していることを報告している。さらに彼らは、イアトなど強結晶の X 線結晶解析を行った。彼らはその立体構造からやは、 N ドメインと C ドメインの二つのドメインからなることを明らかにした。これら二つのドメインはいずれも大きなキャビティを有し、非常によく似た立体構造を示した。エアの N ドメインは酵素活性に重要なアミノ酸残機がすべて存在し、そこに、などが結合する。エアの C ドメインは IB と相互作用すると考えられている。 まとめると、イオタドクソの作用基準は、IB モノマーが、細胞膜の LSR に結合し7、両体オリゴマーを形成し、脂質ラフトに集積する。IB オリゴマーに、イアの N ドメインが結合する。イアと IB オリゴマーの複合体はエンドサイトーシスで、細胞内に取り込まれる。初期エンドソームの酸性化により、イアが細胞質に有利する。有利したイアが細胞質のアクチンを、 ADP リボシル化して、細胞毒性を示す。イオタ毒素は、アクチンアーグ177に ADP リボシルグループを転移させる。A 毒素は非筋肉、筋肉のアクチン療法に採用する。G アクチンを ADP リボシル化するが、F アクチンには作用しない。G アクチンが ADP リボシル化すると、G アクチンの F アクチン重合能が消失し、 細胞骨格の構造が変化して、細胞の変形が起こると推察されている。IB 自体は、アミノ酸配列は、炭素金膀尿抗原と34%、ボズリヌス菌、C2 毒素の C22 と41%の、相当性を示す。立体構造から4つのドメインからなる。ドメイン1が、酵素成分との結合。ドメイン2が、膜侵乳領域。ドメイン3がオリゴマー形成。 ドメイン4が細胞への結合へ関与している。PA と IB のドメインごとのアミノ酸配列のそれぞれは41%、40%、35%、16%であり、ドメイン4の配列類似性が低い。これは両者の結合部位の違いと考えられている。またボツリヌス C2 毒素の c 2とドメインごとのアミノ酸配列は、 ドメイン1は34%、ドメイン2は38%、ドメイン3は36%と高い相動性があるが、ドメイン4は相動性が存在しない。イオタ毒素の受容体は、クロストリジウムディフィシルのに成分毒素毒素である、CDT と同様に LSR である。LSR は、肝臓、小腸、大腸、肺、腎臓、副腎、清掃、 卵巣を含む多くの組織でこう発現している。また、LSR 以外に CD44 も受容体である可能性が示されている。IB のドメイン4の一部である442から664、アミノ酸残機からなるリコンビナントタンパク質 IB442 から664は LSR と相互作用する。アングビンジン -1 と言われるようになった。 LSR は脳微小血管内皮にも発現しているため、アングビンジン -1 を用いると分子量5000程度のアンチセンソーリゴヌクレオチドが血液脳関門を通過し中枢神経系に送達される。アングビンジン -1 は細胞毒性を示さずマウスにも安全に投与可能である。1953年イギリスのベティ・コンスタンス・ホブスによりウェルシュ菌が 食中毒の原因になることが確認された。ウェルシュ菌、A 型菌が人への病原性を示す。A 型菌は、主要抗原では、アルファードクソのみを産出する。A 型菌のうち、エンテロトキシンを産出する株によって、ウェルシュ菌食中毒が起こる。これが人への毒性で頻度が高い。アメリカでは、サルモネラ中毒、ブドウ級菌食中毒に次いで多く、日本でも、 原因別患者数で常に上位を占めている。エンテロトキシンは、ウェルシュ菌の他の毒素とは異なり、画法を形成するときにだけ算出され、栄養型菌の増殖中には算出されない。ウェルシュ菌による、食中毒は、多量の成菌を含む食物の摂取により起こる。発症の原因は毒素であるが、食物中で、あらかじめ算出された毒素によるものではなく、 正菌の摂取が前提になることから、本性は感染型食中毒に分類される。ウェルシュ菌、エンテロトキシンは画法形成時に算出される特徴的な毒素と考えられている。本菌で汚染された食物を加熱調理すると、耐熱性の画法は生産していて、調理後の冷却とともに発芽し、食物中に急激に増殖する。 食物とともに腸管に達した菌は画法を形成する。この時にエンテロトキシンが作られ、菌体の誘拐に伴って放出され、腸管粘膜細胞に作用して症状が発現する。分離されるウェルシュ菌のうち約5%がウェルシュ菌、エンテロトキシンを産出する。ほとんど c p e 陽性株は A 型ウェルシュ菌に分類されるが C 型や D 型であることも、 一般的である。変異 CPE を算出する菌も認められるが、A 型、C 型、D 型のウェルシュ菌が算出する CPE タンパク質のアミノ酸配列は原則として同一と考えられている。E 型ウェルシュ菌の算出する CPE は10アミノ酸程度の変異が知られている。CPE は N 末端の細胞障害性領域と C 末端の 結合領域の二つの機能的ドメインからなる A、B 毒素である。1997年に c p e 重要が体が同定され、1999年に c p e 重要体がクローディンマイナス4と同一であることが判明した。遺伝子 A 型ウェルシュキン由来のエンテロトキシン遺伝子の全塩基配列はすでに報告されている。セピ遺伝子は染色体上、または プラスミド状に存在する。人の食中毒事例に由来するセピー電子の大部分は染色体上にある。かつては人の食中毒事例では染色体上、家畜から分離される場合はプラスミド状と考えられていた。構造と物理科学的正常 CPE は319、アミノ酸からなる分子量35,317だ、東電点四三 エキネス性のタンパク質である。活性発揮のために、プロテアーゼによる切断などの翻訳コプロセッシングは必要とされない。しかし、トリプシン処理によりエヌマッタンガは25アミノ酸を切断することにより、活性が数倍上昇する。アミノ酸配列上、他の細菌由来のポア、フォーミングトキシンとの相当性は認められない。例外として、ボツリヌス菌が産出するアントップ70。 C1 タンパク質との間にアミノ酸配列の相当性がわずかに認められるがその意義は明らかになっていない CPE 分子の186番目の位置にシステイン残機が一つ存在する CPE はこのシステイン残機を挟んで N 末端側と C 末端側の機能ドメインに分割可能である C 末端断片は感受性細胞表面に 発現する受容体への結合ドメインが存在し、N 末端断片には細胞障害性発揮のために必要なドメインが含まれている。アクティブドメインとバインディングドメインに分かれる A、B 型毒素に分類される。CPE は電気営動の際にドデシル硫酸ナトリウムを加えて変性条件下に置くことにより、高分子量の自己凝集体を形成する。C 末端ドメインは 単一バンドとして電気営動されることから自己凝集活性は N ドメインにあると考えられている。その後の研究ではアミノ酸290から319の C 末端断片でも CPE 受容体と結合した。また CCPE184 から319の変異体を用いた研究では Y306、Y310、Y312、y L315 などが CPE と CPE、受容体の結合に重要な役割を果たすことが分かった。CCPE184 から319の C 末端の16アミノ酸を結出させた CCPE303 はクローリンマイナス4と CCPE は相互作用できなくなった。大阪大学大学院薬学研究科の研究グループは CCPE184 から319の C 末端の16アミノ酸をそれぞれ置換することで、ドメインマップを作成した。その結果から作成された CCPE 変異体の一つである CCP306、L315A は、クローディン4との結合が弱いだけではなく、多くのクローディンファミリーとも結合が弱いため、 CCPE を用いた実験で陰性対象群としてしばしば用いられる。生物活性生物活性としては、細胞膜への昇降形成、昇降形成による膜透化性の変化と細胞の形態変化、細胞死が知られている。これらの細胞に対する毒性は、実験的には腸管のみならず、腎臓、肝臓などに由来する上皮系培養細胞で認められた。 多くの膜構形成性毒素が細胞膜に存在するコレステロールなどの脂質を受容体とし比較的広範囲の細胞種に対して作用するのに対して CPE は腸管、腎臓、肝臓などに由来する上皮系細胞に対してのみ作用することが古くから知られていた。1990年代に CPE 受容体と呼ばれる四回膜貫通型タンパク質が同定された。後に CPE 受容体はタイトジャンクションを形成するクローディンファミリータンパクの一つであることが明らかにされた。クローディンファミリーのうち CPE 受容体と証明されているものはクローディン3、4、6、8、14である。クローディン1、2、5、10は 通常の病態生理学的に想定される毒素濃度では CPE と結合しない。CPE の一部である CCPE はクローディンバインダーとして知られている。CCPE はマウスにおいて大量投与した場合は肝障害を示すことが報告されている。CPE 感受性のあるクローディンを発現する培養細胞に CCPE を添加するとイムノブロッティングで クローディンタンパク質の発現が低下することから CCPE と結合したクローディンは細胞内に取り込まれ分解されると予想された。タイトジャンクションのリモデリングの際にクローディンがエンドサイトーシスで細胞内に取り込まれることが報告されており、クローディンと CCPE の複合体も同様に細胞内に取り込まれ分解されると考えられている。 作用機構 CBE の上皮細胞への作用機構は以下の3つのプロセスからなる。すなわち、標的細胞への結合、細胞膜上の多量体化、細胞膜への穴形成というプロセスが必要である。上皮用細胞のクローディンに結合するが、この結合は、キメラクローディンを用いた研究では ECS-2 の領域が重要と言われていた。 その後の構造生物学的な検討では ECS-1 と ECS-2 の両方との相互作用が重要であると分かった。具体的には ECS-1 を構成する A39 から I41 が CCPE と CPE 受容体の結合に重要であることが分かった。しかし ECS-1 のこの部分の配列は CPE 感受性のないクローディンでも保存されているため変異体ではないクローディンファミリーにおいては ECS-2 のアミノ酸配列で CPE 感受性が決まっている。クローディンに接着した CPE は細胞膜上で多量体を形成する。CPE は単量体では可用であるが多量体では膜タンパク質となるため大きな構造変化があると考えられている。 多量体形成後に細胞膜に穴を形成しカルシウムイオンを流入させることで細胞死を起こす。ウェルシュ菌は様々な症状を起こす。ありがとうございます。